ントネーションの勝負のための準備ができている選手は中田英寿さん以来だと思ってまして、逆に今の若い選手にそこの勝負強さ、メンタル強さを感じられるのは、辛くても久保君レベルの選手が挫折して立ち上がるのは必要だと思います。いや、これはね、もう価値観の違いなんでね、世代が違うとやっぱり価値観が違うので、自分が求めているメンタルとか準備の仕方とか態度っていうのを、どうしてもこう若い選手を求めてしまいがちなんですけど、それはそれで間違ってるんですよね。また久保さんたちの世代のファンは、久保さんたちを見たらやっぱ根性があって夢を与えられる選手たちで、メンタルも強いってやっぱ評価してるんですよ。で、また久保さんたちが僕ぐらいの年齢だった時にこうやって質問された時に、まさに久保さんとかの世代の時はめちゃめちゃメンタルが強かったと思うんですけど、今の若い者にはそういう気概が感じられませんみたいな、これ繰り返していくんですよ。なので一概に、彼らがそういうメンタルの強さがないっていうことではないと思ってます。